吉田さん、まあ世の中には名言が数ありますけどもね、その名言に感銘を受ける、それは一つのきっかけとして悪いことじゃないと思いますけども、ただ現実で言えば、いろんな名言にね、感化されちゃう、影響を受ける人って結局思考停止してるんですよ。自分の頭で考えて、自分の経験や知識から一定の名言にたどり着いた人は思考したと言えるんじゃないかなというふうには思いますね。で、そういった人の考えや話をずっと聞いてると、なるほど、多分こういう意味なんだろうなっていうふうに受け取ることがね、つまり受信力がつく場合はあるんですよ。まさに受信力って言葉は、私と普段やり取りしてる人が、あ、受信力ってそうだよね、展開力ってあ、こういうことだよねっていうふうに自らその考えをまさに展開していけると思うんですよ。まあ、だから偉そうなこと言えば、私とコミュニケーションすることがすでにトレーニングになっていて、速化塾のコンテンツになっているというところまで、私はこの話の内容をね、組み立てているつもりではあるんですけども、でも思考停止してしまうとね、受信力っていう言葉にも反応できないし、展開力、何それって感じなんですよね。展開っていうのは結局その箱かなんかをこうね、展開して壊すってところがありますけど、ほとんどの方は展開なんて言葉をせずにね、まあバラすみたいな言い方をしちゃいますし、それから展開って言葉を覚えるのは、おそらく中学の数学の問題で展開っていうね、公式が出てくると思うんで、そこで覚えるきりだと思いますけども、私はその展開っていう言葉からね、こういうふうに考えるんですよ。誰かが発した危ないって言った言葉、それをどう展開するかなと、何が危ないのかなと、その人自身が危ないのかな、俺が危ないのかな、将来が危ないのかな、何が危ないんだろうっていうふうに展開して考えると、様々な解釈が生まれるんで、思い込む必要がなくなると思うんですよ。で、例えばワンクリックで100万円って書いてるじゃないですか。で、それを展開力がなく、受信力がなく、思考停止で見ると、ワンクリックで100万円儲かるんだと思っちゃうんですよね。でも私はワンクリックで100万円払わされるんじゃないかなっていうふうな考え方もできますし、ワンクリックで100万円儲かるけども、そのためにはメールマガジンのリストを何年もかけて10万人にしましょうという商材ですよっていうふうな、長いタイトルの一部を切り取ったものというふうに解釈もできるわけなんですよ。これはセールスをする方になっていたから、あ、なるほど、キャッチコピーって結局キャッチーな言葉と文字数に押し込めるときにこうなっちゃうよねと。そしてセールスする以上、多くの人に振り向いてもらわないといけないから、わざわざ振り向きそうにないようなメッセージを届けることはないよねってことなんですよね。だってね、スーパーに行ってお買い得とかね、値引き中、サービス品ってのも言ってみれば詐欺みたいなもんですよ。人を注目させるためにそういうふうに言ってるだけですからね。本当にお得なのか、お買い得なのか、サービス品なのか、値下げ品なのか、わかんないわけですよ。昔、紳士服の青山っていうね、会社がありました。まあ今でもありますけども、主には、サラリーマン向けのスーツとかね、新入社員用のスーツを売ってるんですよ。で、問題になったのが二重価格表示です。例えば、5万8000円のジャケットを1万円ですとか言ってね、値引き額をガンと大きく見せるんですけども、そもそもその5万8000円の商品っていうのは5万8000円で売ったことがないみたいなね。定価は3万9800円だったみたいなね。2万9800円だったみたいな感じで、1万円セールするときに値札を張り替えて、いきなり普段とはかけ離れた高い値段をつけて、それでセールス品にするみたいなね。そんな手法が問題になったんですよ。まあこれはね、実はね、スーパーでもこの方法って未だに使われてまして、100g、98円のお肉があるとします。ね。そして、100g98 円です、特売ですとかってかね、セールスに打ち込むんですよ。でも、セールスの時間が終わったら、100g128円に戻したりするわけですよね。でも、100g98円のインパクトをつけるために、普段 100g198円の品が、半額 100g98円ですっていうふうなポップをつけるのは、別に違法でも何でもないとされてるんですよ。なぜなら、価格はその日、その瞬間、いくらにつけるか店舗の自由だからってことなんですよ。まあ洋服の青山がね責められたのは何でかってことを、細かいことを忘れましたけども、それがあまりにも常態化していて、一回もその価格で売ったことがないっていうところがあったからなのかなと思うんですよね。はい、それでですね、世の中の名言が全部思考停止の人が広めてるっていう考えは、私は完全には捨てきれないんですけども、でも最初の段階ではね、名言におっと思って引きつけられていいと思うんですよ。それはで、その名言によってモチベーションが上がったりとか、次の行動に移せる人がいるのも確かですからね。
でも名言ばかり知ってるけども、それが実行できない人とか相反するような人生になってしまう人がいるのも事実なんですよ。だって教育は受けていて、いい言葉は知っていて、素晴らしい公式とかね、インターネットまでやって検索すれば全部の答えが出てくるのに、なんで暮らしは変わってないんですかって話じゃないですか。つまりはその思考を行動に移すレベルに行ってない人、もしくは行動を結果に反映させるレベルに行ってない人っていうところがあるんで、そこら辺はちゃんと自分の自信力や展開力や、それから考える力ね、自由を使いこなしていく力、そういったものを駆使しなければならないですし、そういったトレーニングもしなければならないってことなんでしょう。で、話を戻してね、諦めたら試合終了だよって言葉納得して名言だと思う方、そこで止まっちゃう方はずっとそれなんですよ。諦めたら試合終了だから、あ、今諦めたから試合終了だな、もうダメだなと、この後何やってもダメだなってなっちゃうんですよ。でも前もちょっと話しましたけど、例のやつっていう事業は、はっきり言ってね、返礼金システムが終わっちゃって容易に現金が稼げるようにはならなくなったんですよ。その時に試合終了ってやって離脱した人ってのは、それから儲かってるかって言ったら別に儲かってないわけですよね。でも返礼金システム終わったけども、商品を取り寄せることができるから、集客して商品説明して商品を販売するってことを繰り返した方は相変わらず稼ぎ続けて3年経ってるわけですよ。で、稼ぎ続けて3年ですから、その例のやつの事業が今ね復活した時に、そこに突っ込むお金もあるわけですよ。だから長い目で見ると何らダメージを受けてないっていう風な現実がそこにあるんですよね。ビジネスで生き残るって多分そういうことだと思うんですよ。ビジネスってのはいろんな想定外が起きますし、ダメージを食らったり、損が出たり、在庫を残したり、腐ったり、盗まれたり、騙されたり、いろいろあるわけじゃないですか。でも生き残ってるのはなんでって言ったら、トラブルを受けるたびにそのトラブルの対処法を学び、トラブルから学んで、トラブルから成長するからじゃないかなと思うんですよ。むしろ成長中に成長するって言ったら変な言い方ですけども、うまくいってる時に成長することってのはほとんどできないんですよね。むしろ失敗したりとか、思い違いをしたりとか、痛い目を食らった時に、だからこそ、あ、次はこうしようと思ってね、強化されていくんじゃないかなと思うんですよ。じゃあね、名言を名言として受け取って、それ以上に考えない人ってのは、その名言が崩れた時に終わりなんですよね。でも私は前日したように、諦めたら試合終了だよって、いや諦めたって試合続くよって、何言ってんだよ。諦めてもうダメだろうなと思いながらも、残った力で最後までやってるふりしないといけないんですよね。でもやってるふりしているうちに、何らかのきっかけで本当にまたやる気が戻ってくることがある。その時に、あなた諦めたから試合終了なんで、この後何やってもダメですよってなったらどうですか、それの方がいいんですかってことなんですよ。いや私はね、諦めても試合が続く限りは、諦めた気持ちで持てる機能の残り、残存機能をね、最後まで使うと思いますよ。だからそれがやってるふりになるかもしれません、やってる感になるかもしれません。でも諦めて試合終了をお願いするよりはだいぶマシですよ、ね、時間が続く限り何らか打てる手は打っていこうかなと、走れる限り走ろうかなと、しまいには何ですか、バスケットボールのね、コートの中に寝てるだけでもいいや、存在しとこうかなみたいなね、なんかのネタなんだろうみたいな、まあそんなこととかね、まあ時間の限り、リミットが来る限り、試合終了のホイッスルが鳴る限りは、自分が個人的に諦めたからといって、じゃあ相手選手もね、何ドリブルやめてくれるんですかって、シュートをやめてくれるんですかって、変わらないですよ、めった打ちにされるだけですよ。でこれをね、スポーツの試合みたいな平和でお気楽なことを言ってるから、諦めたら試合終了って言いますけども、じゃあある国とある国がなんかね、国際的な争いをしていて、じゃあ諦めました、試合終了ですねって、相手国が試合終了してくれますか。もっと攻めてくるだけですよ。でも壊滅状態ですよ。そういうひどい目に遭うわけですよ。だから諦めた後も残存機能を生かしてね、諦めるっていうのは要するに精神の状態ですから、精神がもうね、完全に疲れ切ってやる気がなくなっても、手が動くんだったら手を動かして、足が動くんだったら足を動かして、靴を投げれるんだったら靴を投げて、何もできないんだったら這いつくばってよだれても垂らしておけばいいんですよ。そしたら相手チームがね、うわ汚ねえとか言って避けながらドリブルして1点でも入れる可能性を減らすと思うんですよね。まあ最後にはそういったおかしな抵抗になりますけども、まあでも諦めたら試合終了だよ真に受けてたら、こんなドラマとかこんな動画作れないでしょ。諦めても試合終了じゃないと思ってるからこそ、待て待て安西先生ってなるわけですよ。だからそれが受信力であり、展開力であり、選択肢のないところに自ら選択肢を作る自由の使い方だと思うんですけどね、ここ何回かの動画がなんか思わずまとめみたいな動画になってしまいましたけどね、まあ、あらゆるものを疑っていくってこと非常に大事なんじゃないかなと思います。まあ吉田さんもこれからね、また何セールスをしていくみたいですけどもなんかすごいですね
ついに売るために商品作り出したみたいな感じですけども、まあ当然なんですけどね。まあけどね、見るだけで儲かる方法っていうのはね、なんか見るだけで痩せるみたいなね、そんなビデオがあったりとかしましたけども、まあそんなわけないだろうみたいな感じでね、エントリーしてくる方もいると思いますしね、うん、まさにね、なんていうんですか、例のやつじゃないですけども、ほったらかしで儲かりますみたいなことまでは私は言いませんでしたけども、そう取られても仕方ないだろうなっていう風な表現がその会社の中にあったのはあったんじゃないかなと思います。ただしこういったね、概要書面とかを読むと、そんなことはどこにも書いてないし、そんなことも思わせてないのがよくわかるんですが、ここも今思えばね、ほとんどの人は細かい説明とか概要書面なんてまともに読まずに、利益に飛びつくために住所名前書くのすらめんどくさいぐらいの勢いで書いてるのが、まあ本当のところじゃないかなと思うんですよ。どれだけ細かいね、説明をしたところで、はいはいわかりました、早くサインさせてくださいみたいな気持ちになっちゃってね。で、セールスマンの方も、あ、売れるんだったら売っとこうかな、余計なこと言わんとこうかなっていうふうな気持ちが働いて、これは消極的に共同で、つまりはね、商品を買うことに同意したとも言えなくもないんですよね。だからそれがいろんなところで起きてるんじゃないですか。その例のやつじゃなくても、あらゆる商売でね。なんか共同行為っていうらしいですけども、売る方も売るために相手の納得いく説明はするけども、細かいところまでは自己責任で、自分で理解しないといけないところは確かめないとかね。で、購入する方も自分の目先のね、夢とか気持ちよさとか可能性にかけて、本当に乗り越えないといけないめんどくさいことは言われないからしなかったとかね、こうやって指さされないから読まなかったみたいな言い訳を自分に対しても世の中に対してもすることによって、なんかね、重要な責任を回避してるんじゃないかなと思いますよね。だから現実ほとんどの人がそうなんで、一部の人しか金持ちにならないってね、その形は変わらないし、一部の人しか自由にならないって形は変わらないんですよね。最後に私が言えることは、その一部の人にぜひ入ってください、あなただけはってことですよね。じゃあ一部の人の1でございました。2部に分かれましたけどね。